間髪入れず最後の攻撃だ。正真正銘最後の時間停止だ。キアガルディオオープンザゲーム。危ねえぜ。遅い。9秒以内に型をつける。型をつけるだと。そいつはこっちのセリフだぞ。ディオ金な。てめえ遅い。このディオもここまで。グレイジ、これが遅い。どうだ。どんな気分だ、ディオ。お前に対する慈悲の気持ちは全くねえ。てめえをかわいそうとは全く思わねえ。しかしこのままおめえをなぶって始末するってやり方は俺自身の心に後味の良くねえものを残すぜ。その足がチューするのに何秒かかる？3秒か4秒か。治ったと同時にスタープラチナをてめえに叩き込む。かかった気な。西部劇のガンマン風に言うと抜きな。どっちが素早いか試してみようぞというやつだぜ。コケに仕上がって。しかし翔太郎、この土壇場に来てやはりお前は人間だ。ごく短い時の流れでしか生きない人間の考え方をする。後味の良くないものを残すとか、人生に悔いを残さないだとか、便所のネズミのクソにも匹敵するそのくだらないものの考え方が命取りや。このディオにはそれはない。
あるのはシンプルなたった一つの思想だけだ。たった一つ、勝利して支配する、それだけよ。それだけが満足感よ。家庭や方法などどうでもよいのだ。どうだ、この血の目つぶしは勝った。死ね。てめえの敗因はたった一つだぜ、ディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。家教員イギアブドゥル、仲間たちの尊い犠牲を乗り越えて丈太郎は宿敵ディオに勝利した。その肉体は朝日にさらされ塵と化して消滅した。100年にわたって生き続けてきた悪の帝王はついに滅びたのだ。その後、必要なものは私のスタンドである。必要なものは信頼できる友である。必要なものは極罪を犯した36名以上の魂である。必要なものは14の言葉である。必要なものは勇気である。朽ちていく私のスタンドは36の罪人の魂を集めて吸収、そこから新しいものを生み出すであろう。最後に必要なものは場所である。北緯28度24分西経80度36分へ行き、次の新月の時を待て。それが天国の時であろう。